しかし2000年夏、アンディはこの世を去った。そしてスイス大会も幕を閉じた。だがスイス国民は悲しみに暮れながらも、アンディの残した K1 を忘れてはいなかった。もう一度あの興奮を味わいたい。国民の声は力となり、ついに K1 を動かした。そして今年 K1 スイス復活。スイスがまた興奮とあの大歓声に包まれる。その記念すべきアンディメモリアルに名乗りを上げた男がいた。この戦いアンディに捧ぐマイク・ベルナルド。彼の K1 の歴史はまさにアンディとの激闘の歴史であった。二人が初めて拳を交えたのが95年ベルナルドの K1 デビュー戦。当時全くの無名であったベルナルドがトップファイターアンディを倒したことで一躍スターダムへとのし上がった。その秋アンディがリベンジを誓い挑んだ再戦では、ベルナルドがアンディを返り討ちすることとなった。しかしアンディは翌年のグランプリ決勝戦にて初めてベルナルドを倒し、悲願のグランプリ王者に輝いた。そしてアンディの母国で最後の対戦、2人は己の力を全て出し切った。そしてこのライバルの激闘は、その決着がつかぬまま幕を閉じたのである。That was a turning point in my life. It was my introduction to K1. But at the same time, I met someone who was strong, who was a good fighter and a nice person at the same time. そして何よりもベルナルドの心に残ったもの、それは。This is the real. You must go over.But you can do. Normal, everybody say no, no, you cannot do. But this is the spirit. You must go, and you must go again in the ring. And this is the real feeling. そう、決して諦めない心。そして3年前、アンディは病の床に伏した時、自分の代役としてベルナルドを自ら指名したという、グランプリ制覇という夢を託すために。ベルナルド選手なんですけれども。はい、しかし、あれから3年間。ベルナルドには厳しい試練が続いた。ベルナルド、ベルナルド危ない。目の前で。気づけばアンディとの約束はまだ果たせぬまま。確かに体の全盛期は過ぎたかもしれない。だがアンディとの約束を果たすまで終わるわけにはいかない。今一度不屈の魂をかみしめ、決戦へと挑む。そのベルナルドに対するはヨーロッパの稲妻ステファン・レコ。3年連続で K1 グランプリベスト8に名を連ねるなど心境著しい新世代ファイター。その勢いはとどまるところを知らない。必殺の右ストレートでベルナルドからの KO 勝利を狙う。I'm too fast for him. He can beat me. He punch very hard, but he can beat me. I'm too fast for him. ノリに乗ったレコがベルナルドに襲いかかる。果たしてベルナルドはアンディに勝利を捧げることができるのか。大会4日前、ベルナルドはすでにスイスにいた。自分自身の復活、そしてアンディとの約束。特別な思いで今大会に臨むベルナルドが向かった先は。アンディが愛した家族が生活する家。久々の再会、思わずみんなの顔に笑みがこぼれる。そしてベルナルドはアンディへの祈りを捧げ、今一度アンディが残してくれた不屈の魂をかみしめる。 I think it's I'm very happy about this and I remember the fight when he came to Switzerland. You know, it was a very very tough fight. Of course I know you know they liked each other very well, so it is nice to have him back here.
Okay, this event is called Andy's Memorial, and that's why you are here. And please remind that Andy's spirit of this evening, and all the best. Andy's 遺品の前で思い出を語り合うベルナルド。Never give up. Man, this guy was, he never gave up. I'm still going to live up to my promise. Because I'm still here. And I'm still fighting. 永遠の友、アンディに捧ぐ。剛腕復活。